やっぱ筋トレも格ゲーも毎日の努力が大事なんだよね。でも時間ないじゃん。もうちょっと時間あったら格ゲーできんのにさ。時間には限りがあるからこそ貴重であると。マスター、なんかそれっぽいこと言うね。やめてよ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。お久しぶりじゃん。谷口はじめさんじゃないですか。お久しぶりです。突然訪れたのはプロゲーマーの時戸選手。格ゲー喫茶ハメジュン、記念すべき第1回のお客様でもあります。久しぶり。何やってんすか。今日はですね、はい、僕が新しい本を書いたので、これをマスターにちょっと一冊渡しておこうかな。ありがとう。時戸選手が日々実践する努力の仕方についてまとめた新刊、努力 2.0。 その内容とは。僕プロゲーマーになってもう結構長い9年ぐらい立つんですけど、うん、前にやってたやり方で勝てなくなっちゃったんですよ。それで 2.0 にバージョンアップして、なんとか今のトップに食らいついていけているという。プロゲーマーとしてぶつかった大きな壁、そしてもがきながら見つけた答え。仕事や人生で壁にぶつかっている全ての人に向けた一冊になっています。まあ、ゲームとか人生とかで一回つまずいた時に、自分の方向性ちょっと考え方変わるだけでうまくいくかもしれないよっていう、まあちょっとそういう方々のなんかお力になれれば本当に幸いですんで、まあ何卒皆さんよろしくお願いします。読みたいと思います。じゃあ僕あの本の宣伝だけでちょっと本当にもう変えてしまうんですか。ちょっとこの後もあるんで失礼します。はい、ありがとうございました。本当に嵐のように去っていったけど、まあせっかくいただいた本だからみんなで読みましょう。あ、いらっしゃい。あれ、すいません、ストリートファイター5のプロゲーマーの2人っていうか、なんでこの2人。今夜のゲームはストリートファイター5アーケードエディション。板橋ザンギエフ選手、2016年にプロ e スポーツチームデトネーションゲーミングに加入。投げキャラをこよなく愛し、読みの鋭さを武器に数々の大会で実績を残す実力者です。ネモ選手、スクエアニックスの社員として働く一方、世界的にも有名なプロ e スポーツチームチームリキッドに所属。日本屈指の強豪プレーヤーの一人です。いや、僕もね、まさかこんな人と共演すると思わなかったですよ。あの、たまたま会って、そう、仕方なく一緒に。たまたまでこの服着てる。普段から投げキャラが嫌いと公言するネモ選手、一見性格もプレースタイルも全く違うかのようなお二人、いつもと一味違う雰囲気でお届けしていきます。お互いのことをどう思ってるのかなっていうのをちょっと知りたいな。お互いの、お互いをどう思ってるかですか。はい。え、どういうことこの反応。大丈夫です、はい。なぜネモさん投げキャラが嫌いなのかめっちゃ知りたいです。やっぱゲームを攻略するっていうのが楽しいとこだと思うんですよ、自分。それをじゃんけんだけで決められるって何なのこれ。じゃんけん言ったら、その駒投げを決め続ければ勝てちゃうかもしれないのが投げキャラなんですよ。でそれって言ったら読み合いの部分で、もうじゃんけんの部分なんですよ。でそれってゲームの攻略じゃないじゃん。だから投げキャラが嫌いです。でも捕まえるのってすごい難しいですよ。確かに難しいですし、相手の行動耐えて耐えてやっと掴んだチャンスなんだけど、人によっては分かってもらえないことも多いのかなっていうね。耐えて耐えてって言うじゃないですか。こっちは時間をかけてあのザンギを倒そうってなってるわけですよ。はい、うん、時間をかけて。わかる。声上がって今日一の声ですね。投げだけで負けるとかも全然あるんで。俺この99秒間何やってきたの。やっぱ人生を無駄にしてきたんじゃないかなっていうのをちょっと思っちゃうんですよ。山さん、うちのね、いつかちゃんは本当にザンギフが可愛くて使ってるんですよ。そうなんです、うん、あのノーコメントでお願いします。好きになってほしいです。相当根が深いんだな。自分の目から見るとネモっていう選手も読み合いがすごい強いんでしょ、うんうん、これね、だから正反対と見せかけて俺似たものだと思ってるんですよね。相手 その嫌がるところをすぐその試合中に察知して、確かにそこをついていくのが上手い2人なんですよ。読み合いの強さは2人とも折り紙付きだと思うんですよ。って自分は思ってるんですけど、あんまり2人には言えなくて、これまで今日初めて言ってました。本当は仲いいはずだっていうね。いや、あの同族嫌悪の可能性があるんじゃないかと私は思っています。そんなお二人ですが、会社員として働きながら格ゲーシーンの第一線で活躍していたという共通点があります。一応その大学卒業して普通に社会人をやっ
りつつ、まあ、ずっと、まあ、格闘ゲーム続けてて、ね、どんなことやってらっしゃったんですか？パソコンを使って一応エンジニア的な、そうなんだ、エンジニアはいことで、一応最近、うん、そうですね、一本に絞ったみたいな。今は、まあ、スクエアエニックスで働いてて、そこではもともと自分もシステムエンジニアをやっていたので、そのゲームのアプリが開発されるスケジュール全体出して工数をきちんと精査していくっていう、まあ、プロマネ的なことをやってます。働きながらゲームでもやってるってことになるわけじゃないですか。だって2人とも海外めちゃくちゃ行ってますよね。自分もアリスはそのエンジニアやりながら、普通に平日は仕事して、週末、海外行って、大会の合間にも仕事しました。例えば4時間5時間とか空いたりするんで、ちょっと進められるもん進めとくかみたいな感じで。それゲームに集中できなさそう。でもそれで行かせてもらえるんだったらありがたいなと思って、結構それ込みでちゃんとやってましたね。ネモさんなんてすごい大手のスポンサーがついてて、もうプロゲーマー一本でもできるんじゃないですか、きっと。まあ親が厳しかったっていうのもあって、プロゲーマー一本で行くっていうのはなかなか言いにくい、うんうんうん、でやっぱりその親を説得するために、まあ会社員やりつつプロ活動をしてもいいみたいなところから入って、まあ転職するって話になった時にも、きちんと転職するんだったら、まあプロ活動してもいいよっていう。ただやっぱりそういったなんか段階を踏んでいかないと、やっぱなかなか一般層への理解っていうのは難しかったんで、ただやっぱその自分がどんどん稼げるようになってくると、やっぱ親とかももう一本でいいんじゃないみたいな感じのところまではいってくるんですよ。ゴールデンボンバーやりますって言った時、親はぁって言ってたもんでも紅白出たよ、出るよってなったらナイスってなったからナイス、うん、そういうもんだよね。そういうもんだと思う。ということで、そろそろ対戦コーナーのお時間です。まずは歌広場純が板橋ザンギエフ選手に挑みます。ジュンジュンとよく対戦してるんでね、ジュンジュンの癖をついてやろうかなと思いますいつかちゃんの前でザンギエフに負けることがあってはいけないと思ってるんですよ負けたくないです、頑張ります。お願いします。やっぱり投げが決まってから の連続的な攻めに注目していただければと思うんですが、はい、始まりました、はい、多分この2人は対戦してるっていうことを言ってたので、うん、歌広場さん的にも対戦しやすい相手じゃないかな、手の内は分かると、うん、上からおっとここは投げているのは板橋ザンギエフ、そしてまずスクリーパイルドラマ決まった、連続的な攻め、もう歌広場の体力半分未満になっていますよ。なんとかしてくれ。そのうまい、ここは投げ技を回避してしっかり反撃も決めた。さらに投げを重ねていくのは歌広場だが、止めている勇気が違う、いろいろあって強にしている、残っているが、さらに攻めがつながるぞ、ここはガードしている、無敵技を警戒した、中段取ってガードしている、まだ行く、俺は打ちて勝利、置き攻め次第ではあるぞ、投げてあるんじゃないか、いつかさん見てる、いつかさん見てる、俺今輝いてるよ、ゲストが喜んでることはないですよ、勝利ザンちゃんが、ザンちゃんここはうまくダブルライトで対空、さらに DX スクリーンファイアドライバー、置き攻めが続く、後ろに投げてスタンゲージがうまい、ここはスタンゲージを回復することに成功したが、相手がうまいぞ、竜巻暴れ、勝利起き上がりを攻めて投げているのは板橋さんに行く、石が入れ替わってスクリューパイルドライバー倒し切っていく、スクリューが決まる決まる、グルグル野郎ですね、グルグル野郎なんですしかしこれでラウンド取ったことで決定戦に持ち込みました。画面の中央ではやはりザンギエフのリーチ、この長さを生かしていきます。ただ技は当たってますよね、うん、走っているがスクリューパイルドライバーにつないだ、さらにこの起き上がる攻めのバックステップ、上から来るが、おっと勝利拳でしょ、うわーやっしゃいいえあーダブルネット竜巻発動、後ろ投げ抜けている、板橋ザンギエフの体力はかなりまだある、走っているが、そこに待ち構えていたスクリーパイルドライバー、歌広場どうする、食い取るがあるが、竜巻を落として膝からのボーリショイヨシアンスープレックス、俺飛んじゃうんだよな、エキションマッチ勝者板橋ザンギエフ、危なかった、いや惜しかったな、危なかったこれ、これダメだ、1ラウンド目やっぱジュンジュンの攻めが通ってしまって、うん、危なかったんですけど、しっかりやり返すことができてよかったなと思います。いやでもやっぱりこうなると
ネモバーサスイタさん見たくなっちゃうのが人の子だよね。いや結構気が進まないですよね。いやあのネモさんがいいって言ったらもうやります。じゃあネモさんどうですか。嫌ですね。嫌なんかい。そこをなんとか。まあ番組なんでしょうがないですよね。じゃあやります。お願いします。ありがとうございます。この二人がですよ、はい、対戦してくれるとは正直思っていなかったんですが、はい、めちゃくちゃ嫌がってましたけど座ったらなんか見上げてくれそうですね、うん、本当に横対戦怖いんで嫌なんですけど、うん、まあ仕方なく頑張ります。人生を無駄にしないように勝ちます。今夜のメインバトル、板橋ザンギエフ選手 VS ネモ選手、宿命のライバル対決です。投げが決まって、うん、それだけで終わる試合っていうのは見たくないなっていう気持ちになってる俺今。ジュリアン側にはあの飛び道具のですねメタリックスペアっていう技があるんですけど、飛び道具に対して今回ザンギエフいろんなことができるんですね、うん、なのでヘッドからグレーパレドライバー投げ技の空振りを誘って1回目の投げ投げていきました。しかし前に出るのはネモ、体力を返していく、さらに投げ飛ばしていく、体力差が逆転しました。ここはそろそろお互い V トリガーがある。特にうわークラッシュカウンター、これはでかい。さらに連続のサイクロンライアットからの決まっちゃうか投げ生きてる。ゴルチダイナマイトから置き攻め、しゃがみジャッキックで決めていきました。まずは板橋ザンギエフ投げ嫌ってジャンプしたが今刺さったんだね。隣り合わせかなりお互いにプレッシャーかけ合ってますよ。タックルカウンターヒットでつないでいく。ユニアンは自分のここ楽しませろって言って自分にこのオーラをつけることで技を出しながら相手の服を一回受け止められるんですね。すごいこれです。そうこの肌が黒くなってる時には一発相手の攻撃耐えられるの、そうなるとそのザンギエフが攻めてくるところをとがめられるんで、あこれは使う、うわースクリーパイドライバー相手の投げ技に強い技を使っていきます。そして V トリガーのサイクロンラリアットから EX クリーパイドライバーぐるぐる野郎の真骨頂です。始まった。ここでどうするか、うん、だけガードしている。なんとガード間に合った。タックルからの発動、プレッシャーをかけてジャンプで逃げる。2枚目、あ2枚目でうまく使っていった。いやーでも取り返しました。お互いにこの V トリガーが3本 V ゲージが3本必要なんですけど、となるとすごい体力は減ってからじゃないとできないですね。で特にそのザンギエフの攻めが苛烈だから、そのユリアン側はエイジスリフレクターを発動できずに負けちゃうことがあって、でネモ側はそうならないようにしたいんですよ。なるほど。飛び道具を打って頭ザンギエフの動きを牽制していくのはネモ。ジャンプ画面足が近い、これは脱出したいんですがうまく逃げていった。しゃがみ中間地暴れている。起き上がり返してさらに投げているのは板橋ザンギエフ。位置が入れ替わったぞ。この駅に隊列さんひっくり返せるか。スタイパンチ V リバーサルで返して飛び道具に対して強力なサイクロンラリアットを使っていく。さらにどうだ、乗っかっている。板橋ザンギエフ体力はないがゲージがあるんでここ使っていく。サイクロンラリアットから膝置き攻め、膝ガードしている。これは突くから、あー落ちたかも。オーディションよしやすい。落ちたこれ決まるか。どうなんだ、勝者板橋ザンギエフ。ありがとうございます。されるネモさん、ありがとうございます。ネモさん勝負の分かれ目となった最終ラウンドを振り返ってみましょう。このラウンドネモがうまく前を離してるんですけど、ちょっとずつこのネモが後ろに下がることで画面足が近づいてきちゃってるんですね、はい、むしろゲージもあるんで、はい、何があってもおかしくないな。板橋ザンギエフでこの段階で体力めっちゃ有利じゃん。ザンギエフもピンチなのに、はい、これが当たって画面端だよね。いやもうここね、前中継の後にもう何も考えずに CA ぶっ放してくるのかなと思って、うん、ああなるほど、あのもう我慢できなかったです。我慢できなかった。我慢できなかったです。我慢勝ちなんですよ。我慢勝ちなんですね。じゃんけんでしょ。そう気持ちのも勝負なんです。確かにじゃんけんなのか気持ちの勝負なのか永遠の命題ですね。じゃんけんも気持ちの勝負な気もするんだけど、まあいいや。ありがとうございます。ありがとうございます。対戦時に限らず普段から煽り合う因縁浅からぬ間柄の2人、格ゲーシーン黎明期から活躍を続けるライバル同士の対談が実現しました。
ネモさんはギルティからギルティから有名になったっていうだけで、まあ、普通に、まあ、KOF とか KOF いくつ KOF は2000とかあ2000ぐらいなんだ逆に Z はガチやりだしたのはやっぱしばあちゃんバーチャで本当に絶対に人生が変わったなっていうで、うん、バーチャファイターがまあ一段落して、まあ、スト4が出て、はいはいはい、スト4はやると思わなかったけど初めああそうなんだうんほら闘撃あったじゃんまあ闘撃あったねそうあれがなかったら絶対やってなかったやっぱスト4の闘撃はすごいやっぱりいろんなその格ゲー界の人たちがわーって集まってきて、はいはいはい、すごいお祭り感があったからそうだねここに参加してみようかなっていうそこで誰が一番強いのかみたいな、まあ、そうだよねまあやっぱ興味あるよねうん、うん、お互いの印象、まあ、あのね悪いところを出そうと思えば多分お互いいくらでも出てくると思うんですよそうですねでもそれだと多分意味がないと思うんで一つだけ一つだけどうすかお互いのいい印象を語るこれどうすかお提示してきた何それいやもうあの何それ早く終わらせたいじゃあねまさかお願いします言い出しっぺですからね、はい、一つだけ尊敬できるなっていうところがあるんですよ。おー、マジっすか？やっぱ結構もういい年齢じゃないですか。はいはいはい。プロゲーマーやってる中で、やっぱ一番ゲームやってる時間って長いんじゃないかなって思っちゃう。うん、その大会とか行った時に、まあ、のじ合いとかをするわけじゃん。はい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 。俺結構もう2時間ぐらいやったら疲れちゃう。はいはいはい。で、もう体力すごいあるなって。それだけです。ネモさんってすごいキャラの文句言うじゃないですか。はい。めちゃくちゃキャラの文句を言うんだけどちゃんとそれの対策をするっていうのがめちゃくちゃ文句言って終わりの人って絶対多いんだけど、うん、でいや偉いしっかりしてるなっていう対策をしてるから、うん、文句も出てくるんだよねお前らこんな強いのも分かってねえのかよっていうのが結構あったりする、うん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 、やっぱね目を背けないっていうのがね、はい、根本さんのすごいいいところだなと思いますありがとうございますいこと聞いてみたいこと聞いてみたいこと聞いてみたいことやばいっすね聞いてみたいことが、まあ、やっぱその自分と一緒で兼業ずっとやってきたわけじゃない、はいはいはい、で専業をやるようになって、うん、でこの先どうしたいのあそれはやっぱねマジむずいっすねあむずいマジでむずいっすもう来年どうするかっていうのは、うん、俺は決まってないと思うとにかく今頑張って、うん、で後のことは後で考えればいいっていう感じだね、うん、その5年後10年後もちろん大事なんだけど、うん、それを見据えるんだったらこの生活をしない方がいいと思ってるああなるほど、うん、ネモさんそのキャリアプランっていうかそのどうなんですかそこら辺はプロゲーマーのうちに将来どういう仕事をしたいかっていうのを常に考えてる、ね、ああなるほど、まあ、プロが終わったとしても、うんまあ、いろんな人と出会う機会があるから、うんまあ、誰かにあの一緒に仕事しませんかっていう感じで言えるからっていう、はいはい、それだけは常に考えてるっていう感じで、うん、そのプロゲーマーのセカンドキャリアをきちんとあの示して、うんまあ、そのモデルケースになりたいっていう、うんまあ、具体的な目標はあるんだけど、はいはいはい、じゃあそれをどう示すかっていうところはまだ全然あ、まあ、いろんな選択肢があるよねっていう、そうそう、いろんな選択肢があってっていう感じだね、うん今後の格ゲーシーンについてどうなってほしいですか自分たちはやっぱその好きで続けてって1年に1回エボに行くとか他の国から招待された大会に呼ばれるとかなんかそういったことを経験して今のスポンサーがついて今ってもう本当に世界に行かないと売れないよっていう状態だからもっと自分たちよりも若い世代にシーンを当てて、うんうん、でやっぱりその子たちがやっぱ活躍して世界に行くっていう取り組みをちゃんと作っていけれないとちょっと難しいなっていう、うんうん、例えばプロライセンス持ってない人の、 あの大会とか、うんうん、そういうのも増えてきてるから、うんうん、だからこうチャンスとかその座組とかは少しずつはできてるかなと思うかな、うんうん、だからそこでやっぱ新しいスターが出てくると、うん、やっぱまた復活してくるのかなって思うね、はいはいそう。
一応できるだけ やり続けたいなって思ってるんですよ。自分のなんかチャンスしっかり見つけて そこにアプローチし続けていくっていうのをちゃんと やりたいなと思ってますね。なんか真面目な感じですいません、なんか全然すいません、まあ、言うたら俺もやっぱやりきりたいっていうのがあるから、うん、だから結構やっぱ会社も休んで、うん、集中する時は集中するっていう、うん、でやっぱその世界大会とかに出てやっぱそこで勝ちたいっていうのがやっぱ大きな目標にはなってるよね、うんうん、やっぱエボとかカプコンカップとか大きな大会があるから、まあ、そこに絞って、まあ、優勝したいっていうのが多分、うん、みんなの目標じゃないかなと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、このコーナーで扱うのは人気格闘ゲーム鉄拳7、その世界大会の話題です。今年で3回目を迎える鉄拳7の世界ツアー大会、鉄拳ワールドツアー2019、まもなくタイで開催される世界決勝大会に出場を決めたポイントランキング上位19名を発表。ということで蓋を開けてみたら、はい、韓国の選手が8名、日本が4名、はい、アメリカが3人、パキスタン2人、フランス、ペルーがそれぞれ1という配分になりましたね。まあ、こうして見ると数では、はい、韓国が8名ということで、はい、やはりそのレベルの高さを見せつけたわけなんですけども、ただ今年は、はい、やはりパキスタン、うん、私もこの鉄拳シーンをですね語る上で初め、はい、パキスタンのトップ2人が、はい、はい、この2人がやっぱりその一番実は注目なのかなと。ハメコの注目ポイントは2019年の鉄拳シーンを語る上では外せないパキスタン勢の活躍。これまでやっぱりそのパキスタンの選手が出た大会ってパキスタンの選手はパキスタンの選手にしか負けてないんですよ。そうなんですか、うん、本当にそのアルスナッシュや、アワイサニーという選手はパキスタンの選手にしか負けてないので、はい、本当に誰が大会で倒すのかっていうのが一つ大きな見どころに、はい、こうなるかなというふうに思います。世界最高峰の戦い、強豪揃いの中、日本人選手がどこまで勝ち上がれるのか気になるところですが、日本人選手がちょっと上位に入ってくる可能性はある。どうですかね。いや本当に分かんない、全体レベルがやっぱり高くて、去年も確かトップ8に残れてない日本の選手1人でも上がれたらいいなっていう風な感じで見てます。せっかく聞いてくれたね、うん、ダブルさんとかのびさん、 そして日本人選手のちくりんさんとののまさん、ちょっと応援したいです、はいはい、いよいよ開催目前、鉄拳ワールドツアー2019、果たしてどんな結末を迎えるのでしょうか。お客様はレモンさんと板橋ジャンギさんでした。今日いかがでしたか。そうですね、まあ、やっぱりその番組通してはすごく楽しかったんですけど、最後負けて人生無駄にしたなって思いました。ひどい大丈夫ですよ、無駄になってないですよ。なってない、大丈夫、僕らは楽しかったです。トークも対戦もすごい充実して、はい、すごい堪能させてもらいました。ありがとうございます。本日のお客様はレモンさんと板橋ジャンギさんでした、またのご来店をお待ちしております。またね、ありがとうございました。次回の格言喫茶ハメジュンはドグラ選手、マチャボン選手がご来店。